こんにちは、クリス・ウルフです。それこれは私の本、面白い方、みんなの性格は違うと面白い。ごめんなさい、私の本語は下手、たくさん言葉分からない。お願いします。いかがですか？11月3日に脇澤さんに勝って初防衛を成功しました。そして早くも次の挑戦者が現れたんですけど、ミスティックとはメキシコで一度試合をしたことがあるんですよ。一度試合をしたことがあって、でも全然未知な部分がすごい多いので、で何を仕掛けてくるかわからないほどのめちゃくちゃ具合なので、ペースを握られないように要注意して、自分がきっちり2回目の防衛をしたいと思います。こんにちは、私はミスティックです。メキシコから来ました。マリオ、en México, tú y yo ya nos medimos. Ya hemos estado arriba de un ring. Y yo quiero ese campeonato blanco que tú tienes. Quiero demostrarte que yo a Japón vine porque sé que puedo. Y no vine, como dicen en mi país, a ver si porque puedo vengo. No, yo puedo y te lo voy a quitar. Y te voy a estar esperando en México por si lo quieres recuperar. Apréndete eso.いつも平成軍と昭和軍の6人タッグを見ていて、コロナ禍に入ってみたいと思っていたんですが、ようやくこの日が来ました。私も生まれは福岡なので、地元と言っていいので平成軍の力になれるように頑張ります。お願いします。はい、博多スターアレーンは福岡のプロレスの聖地とも言われているので、もうすごい自分自身楽しみです。もうすぐなので、もっとお客さんをいっぱいにして、いっぱいの中でこの平成軍が勝利を挙げて地元に錦を飾りたいと思います。よろしくお願いします。赤いウルトラチャンピオン、よしこ21歳です。この間の後楽園ホールでは、白井は走行にいる高橋さんに負けしまって、タッグのベルトは取れなかったんですけど、まあこの通り軍団構想が続いているということで、まあ、博多スターレーンがプロレスの年下ならば、この吉子様のことをマジに待ってたと思うんで、まあ、こうやって博多出身の2人がいるということで、やっぱここは自分たち平成が勝たないと始まらないと思うんで、勝つの平成、そことこよろしく。はい、第7代ゴッテス・オブ・スターダムチャンピオン、北条海里です。先日行われました後楽園ホール大会、メインイベントで見事、初防衛に成功いたしました。なんだか思い出すと、人間ではない何かと戦ったような感覚が今もすごく残っていて、本当に赤いベルトのチャンピオンと、元チャンピオンと戦って勝てたということは、本当に、タッグの絆もう再確認、七重さんとの絆も再確認できましたし、はい、私自身も、自信がすごくつきました。平成に2人、福岡出身がいるということですが、凱旋試合なんて全くこっちは関係ないですもんね。はい、しかも脇澤さんがね、12月で、くしくも成仏って言ったらいいですか、成仏、はいはい、成仏されるということで、ラスト福岡になりますよね、はい、なので絶対に昭和軍で勝利をつかみたいと思います。よろしくお願いします。はい、みんなの太陽、脇澤ゆまです。はい、後楽園ホールでは岩田2枚に負けました。12月23日後楽園ホールでラストマッチをするということで、今回この九州で試合をするのが最後となります。はい、でスターダムで、博多スターダムでやる試合をするのは初めてなので、昔から見ていたファンの方、これを機会にぜひスターダムに見に来てもらいたいです。はい、私は最後の最後まで輝き続けるぞ。おー、はい、こんにちは、パッション高橋七重です。博多ではですね、スターダムの誇る
スリリングでハイスピードな6人タッグマッチをお届けできるということで、非常に今からワクワクしてるんですけれども、スターダムのリングっていうのはリアルな感情が渦巻く中でバシッバシに戦う、女子プロレスの魅力が満載に詰まった団体だと思ってます。その魅力あふれたスターダムのリング、絶対博多の人を満足させたいと思いますので、会場にお越しいただけたら嬉しいです。その中で後楽園同様平成軍を圧倒するのが昭和軍です。はい、はい、ね、はい、昭和軍で圧倒して、博多どうする、なんか美味しいもの食べちゃおうよ、はい、昭和軍でさ、うん、ね、行っちゃおうよ、パーティーやっちゃおうよ、ね、やっちゃいましょうね、はい、頑張ります、はい、いやいやいや、パーティーとかそんなの知らねえ、だいたい勝つのはこっち平成なんで、てか大体おめえら自分たちの平均年齢分かってるの、昭和のね、分かってるの、平均年関係ない、ああ知りたい知りたい、ああ、これね、調べたやつがいまして、昭和軍のその3人平均年齢なんと32歳ですよ。やったもうやばいね、それに比べてこっちの3人平成軍、こっちの3人の平均年齢がなんと 19.6 歳、なんとこの時代してない、ね、やばい、ね、やばい、お前この違いやべえぞ、やばい、32だもん、ババアだから貧血もしょうがないと思うけど、お前らおやばいぞこの違い、ほんとは、いや、ちょっと待って、誰が調べたんだよそれ、誰が調べたんだよ、誰が調べたんだよ、バカじゃないの、年齢、年齢なんていうのはただの数字なんです、知らないんですか皆さん、知らないのか、誰が調べたんだおい、出てこいよ、誰がって、お前調べたんだよ、計算、計算ができないもんね、よしこはね、だいたいさ、あんたさ、あんたらさ、ディスクシステム知ってんのか、知らねえよ、知らねえよ、昭和の産物だよ、昭和に素晴らしいものいっぱい出して今現代につながってるんだよ、わかる、知らねえわ、じゃあお前たまごっち知ってんのかお前、ババを下がってろ、おもちゃをお湯につけたら髪の色が変わる、そうだ、おもちゃお前ら知ってるよ、おめえらと年齢が離れすぎてんだよ、そんなそんな、なだから年齢なんていうものはただの数えてるものだだけなので、なので、あ、私たちは心の絆で勝負していきますか、平成のこの上っ面のなんか冷めた感じもう本当に大嫌いなんで、はい、博多でもこの勝負やってやりますので見てください、デビュー1周年を迎え、今ノリに乗ってる小熊です。私は地元の福岡でしかもメインで挑戦できるということで、これは小熊の時代を、時代の到来を意味しているのではないかと思われます。私初挑戦で絶対ベルトを取りたいの でこれまですごく努力もしてきました。なので絶対ベルトを初挑戦で取って家に持って帰りたいと思ってます。福岡の小熊は一筋縄ではいかないので楽しみにしておいてください。第8代ハイスピードチャンピオンの白井伊代です。このハイスピードの初防衛の相手がスターダム5期生の、小熊ということで、まあ、時代の流れの速さは正直痛切に感じてはいますが、まあ、それ以上に、小熊には当日私の白井伊代の強さをさらに痛切に感じてもらおうと思ってますし、まあそうなるでしょう。まあ地元に凱旋だ1周年だなんだって、まあ
若いから勢いがあるのか浮ついてるのかは分からないですけれども、そこは私がこのハイスピードのベルトを持って、思い知らせると思ってます。博多スターレンは私も一度も立ったことがなくて、今回行けることがすごく嬉しく思ってますし、福岡博多のお客さん皆さんに私の空中殺法をたくさん披露してお客さんを楽しませてあげたいという、意気込みでいるんですけれども、それもこの子グマがそこまで持てばの話ということなので、まあ、どれだけ持ってくれるかそこにかかっていると思いますね。はい、まあスターダムの素晴らしさ、そして白井世の素晴らしさを博多の皆さんに味わってもらって平成軍全勝して、まあ、みんなをねこう祝勝会というか中洲の町にでも繰り出して飲み会でもパーッと開いてみんなにごちそうでもしてあげようと思っているので、はい、まあ、博多の夜をスターレーンをどんどん盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。小松さん、今の伊代さんをご覧になってどういう印象がありますでしょうか。勢いとか、ね、自分と比べてみて何か印象ありますでしょうか。そうですね、やっぱ、まあ、その若いからとかなんたらで勢いって言ってたんですけど、まあ、勢いはその私の方があると思ってるんで、まあ、その博多の皆さんを楽しませるっていうのは私も、まあ、その気持ちは一緒なんで、それがこう何ですかね、合体っていうか噛み合うとまたすごい試合になるんじゃないかと思ってるんで、それをやった上で私がベルトを取りたいと思って。